おはようございます。あれ何してんすか、五郎さん。おはようございます。本当にこんなこと自分の中で想像もしてなかったんで今意識しないようにしてますそれ行くと俺多分自分に負けちゃいそうなんで、やっぱ自分らしさを出して頑張っていこうと思いました。つらい